シェプシュ大阪スフントゥゲオルゲは、ルーマニアのコバスナ県スフントゥゲオルゲをホームタウンとする、サッカークラブである。2011年夏、ディオーセキラースロートケルテイスダービドによって、シェプシュ大阪が創設された。クラブカラーは、赤と白、シェプシュは、スフントゥゲオルゲのハンガリー語名であるシェプシュセントジェルジの、略語、大阪は、スフントゥゲオルゲに存在したオルトシュポルトクルブの、 頭文字である。同年にリーガ5に参加し、リーガ4昇格を果たした。2014年に県リーグで優勝、バカウで開催された昇格プレイオフで、ブランチャ県代表のセレナジャリステアに勝利してリーガ3に昇格した。2014から15シーズンにリーガ3セリア,アイで3位、2015から16シーズンに優勝してリーが2に昇格した。小バスナ県のクラブが、 リーガ2に所属するのは2003から04シーズンのオルトゥルス・フントゥ・ゲオルゲ以来12年ぶりとなった。第23節終了時点で2位のオリンピア・ルムニク、サラトとの勝ち点差を7に広げ、残り3試合のうち1試合はリーグから撤退した FC ザゴンとの対戦で不戦勝扱いになるため、リーグ優勝が決定した。2016から17シーズンは優勝したジュベントゥス。 ブカレストに次ぐ2位になり、リーが1発昇格を果たした。小バスナ県のクラブは2016から17シーズンまでにリーが1に所属したことがなかった。ありがとうございます。